皆さんどうもこんにちは、ヒカクゲームです。今日もですね、逃げるアプリ2020やっていきたいなと思います。今日はですね、6月25日からやってきたアイコニックモーメント、アーセナル&バルセロナレベマ比較やっていきたいなと思っております。いや、ちょっと今週ガチャやばない、めちゃくちゃ多くて、いや何から動画にしていこうかなって迷ったんですけど、はい、今回ですね、新しくやってきた、一応ですね、今週アイコニックが、アーセナル、バルセロナ、あとはユナイテッドになるんですけど、まあユナイテッドに関しては全員復刻で過去に紹介してますので、今回はがっつりアーセナルとバルセロナ見ていきたいなと思っております。まあアイコニックに関してはね、どれ引くか悩んでる方も結構多いかなと思いますので、この動画参考になったら嬉しいなと思います。ということで早速いきましょう、レッツゴー。はい、まずはですね、アーセナルからの紹介なんですけど、一発目ビエラ選手ですね。いやもういきなり再注目って感じなんですけど、僕普段お寿司は割と大トロを最後まで残す派なんですけど、はい、今日は一発目からビエラということで大トロ出しちゃいましたね。はい、でもうね、ビエラはビエラっす、唯一の無二の存在かなと思っていて、まあ高い守備能力はもちろんなんですけど、この攻撃性能の高さも魅力ですよね。まあスピードなんかもありますので、ハードプレスを生かしてピッチ上動き回って、そこにビエラいるんかいみたいなね、そんな動きがビエラの魅力ですよね。で今回さらにライジングと低弾のロブが追加されて、この2つに関しては割と効果も分かりやすいスキルなので、はい、すごくいいなと思いました。ただその反面、このねスキル追加枠が消えているっていうのが大きな論点で、結構ビエラでいうとワンパチェイシング、あとスルーパスだったりとか、この辺のスキルを好んでつける方が多いので、そういったところでいうとここはマイナスポイントにもなりうるのかなと思いましたね。まあディエス能力などの強化も考えると結構えげつないことにはなってるのかなと思います。で通常レジェンドとの比較でいうと、ここが本当に難しいところで、これあくまで僕の個人的な意見なんですけど、ぶっちゃけですね、アイコン補正なければ、今回能力値もまあめちゃくちゃ強くなってるかっていうとそこまででもないですし、さっきのスキル追加の話なども考慮すると、ぶっちゃけ通常でも結構やれるんじゃないかなと思っております。まあ特にワンパとか、すでにですねスキル追加をしているビエラを持ってる方に関しては、そっちでも結構十分なんじゃないかなと思っております。まあただ通常今まで持ってなかった方は確実に狙いたいですし、僕みたいにですねスキル追加してなかった方に関しては、今回まあシンプルに強くなってるので、はい、そういった方は狙ってもいいのかなっていうところで、ちょっと中途半端なんですけど、結構人によって分かれるなって印象ですね。はい、でカンビアストとの比較で言うとこんな感じで、まあこれはビエラ強いっすかね。まあもちろんタイプは若干違うんですけど、総合的にはビエラが圧勝かなっていうところで、はい、プティと比較しても同じような感じですよね。まあただカンビアストしかりプティしかり、ワンパの違いだったりとかパスに関しては2人とも優れてますので、はい、そういったところで差別化要素はあるのかなってイメージですね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですねユングベリ選手ですね。坊主ユングベリということで、これが僕の7月末の姿になるのかなと思ってるんですけど、はい、通常レジェンドからですね大きく強化されて、今回全体的にすごく能力上がってますよね。はい、アイコニックでの強化度で言うならナンバーワンなんですけど、もう超バランス型のウィングストライカーですね。でスキルもかなりいいので、これで B 固定高眼7って考えると、ほぼほぼ好調以上になると思いますので、好調状態であればね、能力値が底上げされて全体が90中盤まで上がってくると思うので、いや僕ねユングベリ結構いいと思ってるんですよね。まああとは使用感次第ですけど、僕はかなり期待したいなと思っております。まあもちろんビエラと比較するとさすがにビエラの方が当たりですけど、正直ユングベリもなかなかやばいのかなと思います。で通常レジェンドとの比較で言うと、これでさっきも言ったようにアイコニックでの強化度というのはナンバーワンなので、はい、特にオフェンスですからドリブルあたりの上がり幅やばいっすよね。はい、なので通常で愛用してたら、これは狙いに行きたい選手なのかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、次はですねロシツキー選手ですね。巷ではね元 AKB 前田敦子さんに似てるなんかも言われてますけど、はい、今週新登場のアイコニックの中では唯一通常レジェンドもいない完全新登場選手でしたね。はい、で能力はまあボルコンからグラッパまでがねこの緑の大草原で、他数値もですね安定的に90前後まで上がってきてますよね。で特にですねナンバー10にしてはスピードがかなりあるので、まあなんだろうな、従来のナンバー10より軽さというか動かしやすさみたいのは結構あるんじゃないかなと思っております。でさらにですね、まあ、スキルもドリブル、シュート、パス系をバランスよく持ち合わせてますので、間違いなく使用感というのはいいのかなと思っております。で中盤は本適性どこでもあるので、まあ割とどこでも輝けそうかな。まああとは CF 起用なんかができたらもっと使う幅が広かったのになって感じですね。はい、でトッティと比べてみたんですけど、同じナンバー10でもあれもねトッティ強えな。まあやっぱりね、この足元でフィジカルあるトッティ鬼だなと思いつつ、とはいえですねドリブル面だったりとか、やっぱりスピード瞬発に関してはロシツキーかなり高いので、はい、この辺りを強化する方は使ってみるのもすごくいいんじゃないかなと思っております。ということで次行きましょう。
はい、ここからはですね、バルセロナアイコニック、まずはクライファッツ選手ですね。個人的には超激アツだし、ビエラと同じぐらい欲しいなって思ってますね。ただポストプレイヤーというですね、性質上どうしてもね、人によって評価は分かれてくるので、はい、そういったところはちょっと注意って感じですかね。で、今回ですね、決定力大幅上昇にヘディングとジャンプが強化されているということで、全体的にですね、強さっていうのがすごく増したのかなと思っております。ただ強さだけじゃなくて、足元もあったりとか、パスが上手いのが本当にクライファッツの魅力なんですよね。はい、逆足コンアンスキルも相変わらずの安定感なのかなと思っております。で、特にスキルに関しては、意外とですね、ワンパワンシューだったりとか、ここまでスキルがね揃ってるポストプレイヤーって多くないので、まあどうだろうな、クライファートとサパタぐらいですかね。ここもクライファートの大きな魅力ですよね。で、通常レジェンドとの比較で言うと、まあ結構上がってる数値はですね、決定力だったりとか重要系ではあるんですが、まあこちらもですね、バルサアイコンにしないのであれば通常でも十分ですかね。まあやっぱりアイコニックって本当に一人一人お金がかかるので、そういう意味ではかなり厳しめの目線で見ていきたいなと思っていて、そう考えると通常でも割と十分な数値なのかなと思ってますね。はい、で、ジェコとのですね、比較になるんですけど、やっぱりですね、クライファートこう見るとね、間違いなくポストプレイヤー環境上位だなって思いますよね。この前ジェコ見た時も強いなって思いましたけど、その上を行ってさらに B 固定ですからね。はい、ただオフェンスセンスがですね、ジェコは結構高いので、この辺りがですね、ちょっと動きには影響してくるのかなと思ってますね。なので、ジェコもやっぱり相当強いなっていうのは改めて思いましたね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、リバウド選手ですね。ちょっとしょうもないダジャレ思いついたんですけど、いいですか？リバウドのリバウンド。実はですね、通常レジェンドでも常に搭載されてるんですけど、オンラインとかでもリバウドのレジェンドバージョン見るの相当珍しいかもしれないですね。はい、左利きのですね、超テクニックタイプのナンバー10ということで、もうドリブル係数値バグってますよね。ボールコントロール99、ドリブル99、ボールキープ98ということで、いや、とんでもない数値叩き出してるのかなと思います。で、さらにですね、パス系、得点能力系も普通に高いので、はい、全体的に能力はすごくいいのかなと思っております。まあ、フィネスとかドリブル系をがっつり使いこなせるのであれば、相当脅威の選手になるのかなと思います。まあ、この選手もですね、クライファート同様に結構人によって評価分かれそうだなと思ってますね。まあ、使うなら、まあ、トップ下での起用がまずは安定になってくるのかなと思ってますね。はい、で、通常レジェンドの比較で言うと、そもそもですね、リバウド持ってる人が少ないので、この話ってあんま意味ないかなと思いつつ、正直ですね、こちらも補正なしであれば通常でも十分感はありますので、はい、こちらも無理に追わなくてもいい系なのかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、バルセロナ最後はですね、デコ選手ですね。昔なんか小学校ぐらいの記憶で、ポルトガル代表でデコとフィーゴがめっちゃ目立ってた記憶あるんですけど、はい、どの試合かも全然覚えてないですね。はい、で、デコに関してはアイコニックでは珍しいチャンスメーカー持ちで、グラッパが95を超えていて、他数値もですね、そこそこ高いですよね。で、スキルが結構優秀な感じなんですが、ただ実はですね、デコは通常レジェンド企画でも触れたことあるんですけど、ちょっと能力値物足りない感あるんですよね。今回アイコニック強化で全体的に強くなったとはいえ、この数値だと現役 FP でも結構張り合えちゃうので、ちょっとどうなのかなって感じではありますね。まあ、ただデコに関してはやっぱり選手として好きって方もすごく多いと思いますので、そういう意味では割とロマン枠というか、取っておきたい選手ではあるかもしれないですね。はい、で、通常レジェンドの比較で言うと、デコに関しては確かに今週のアイコニックの中でもね、結構強化度高めではあるんですけど、まあ元がそこまでっていうのもあるので、アイコニック後も無理に狙わなくてもいいですかね。はい、アイコン補正あってもどうかなぐらいの感じですね。はい、で、チャンスメーカーとですね、比較してみたんですけど、まずはフェリックスですね。はい、多分チャンメの中で一番数値高いのフェリックスだと思うんですけど、まあこう見ると結構、まあスピード瞬発だったりとか、足元のところで違いはありますよね。まあグラパだったりとか、あとプレースキックの違いっていうのはすごくでかいので、まあ要所要所でデコの光る数値はありますけどね。はい、で、ディバラとの比較、これ無料配布ディバラなんですけど、パス数値はですね、ディフェンス能力はやはりね、ディバラにもフェリックスにも勝ってるんですけど、まあ総合力で言うとこちらもディバラですかね。うん、B 固定がでかいとはいえ、やっぱりさっきも言ったようにね、現役 FP でもね、割とこんな感じで戦えてしまうので、はい、そういった意味ではちょっとアイコニックの中では残念になってしまうのかなと思っております。ということで、個別評価こんな感じで、最後にガチャ評価やっていきたいと思うんですけど、はい、まずアーセナル、これに関しては星3ですかね。アーセナルは結構いいかなと思っていて、まあビエラに関してはですね、間違いなく最注目ですし、なんだかんだ当てられたらめちゃくちゃ嬉しいので、すごくいいですし、他2人もかなり良さげですよね。まああとはビエラに関してはもうみんな当てたいと思うんですけど、ユングベリとロシツキーのタイプを見て、この2人が欲しいかどうかで勝負するか決まってくるのかなと思っております。で、バルセロナに関しては今週で言うと
とちょっと一番微妙ですかね。僕はクライファートがかなり欲しいので、ぶっちゃけアーセナルと同等くらいに魅力的かなって個人的には思ってますけど、まあフラットに考えるとアイコニックとしては若干物足りなかったりとか、ちょっと使いどころで迷う選手も多いので、そういったところで今回は欲しいになるのかなと思います。なのでガチャ評価の時と変わらず、順番としてはやっぱりおすすめのはユナイテッド、アーセナル、バルセロナ、この順番になってくるのかなと思っております。ということで今回ですね、がっつり比較させていただきました。まあアイコニックなので今まで以上にですね、詳しめに比較はしてみたんですけど、参考になったらすごく嬉しいなと思います。いいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございました。本日の選手のクイズはこちらになります。ちょっと動画遅くなっちゃって申し訳ありませんでした。この後のエンディングに答え書いてますので確認してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。バイバイ。